はい、おはようございます。じゃんくんぽんちゃん。今、黒犬パパはご飯を食べて上がってきたとこですよ。仲良しやってますね。また今日も黒犬パパの方はちょっといろいろ外に出ることになりそうです。フォークソング同好会などありましてですね。その他にもちょっと音楽関係の人と会ったりするというのがありますので。ママさんは家にいられそうだから寂しくないね。ジャン君、ジャン君、いこちらで、ポンちゃんとおいで。ジャン君、ジャン君、これやろうよ。はいで。はい、ここいで。そっち行っちゃうな。ポンちゃんには左手でやりましょうか。ここについて受けポンちゃんかな。移動。よいしょ。逃げるなよ。はいはい。ポンちゃん。おいしい。お腹もちょっとやりたいんだけどな。文句言われました。じゃんけん。ジャン君、最近ジャン君お気に入りの場所はここです。黒犬パパのデスクの下。ここから向こうにいるってことは、この竹のラグじゃない
あったかいとこがいいってこと？そろそろ涼しくなってきたからかな？隠れてるつもりかな。ちょっとね、そこ暗くてね、うん、物もなんかいろいろあったりして、ごちゃごちゃってなってるのがいいのか、ちょっとこう狭くなってるところがいいみたい、薄暗いしだろうと思ってごちゃごちゃにしてるんだよ、わざわざね、じゃんくん。そしてポンちゃんはなんだかよくわからないけど、少し厚みのあるものがあればどこでもいいのね、うん、そこ上に乗っかれればいいのね。そう、ちょっと柔らかい材質のがいいかな。いや、そうでもないみたいです。なんだって。ただあれはね、うん、あの黄色いの潰されてるのの中には飴が入っています。溜まっちゃうわ。ポンちゃんのぬくもりでちょっと溶け気味です。クロケンパパが外から帰ってくると、脱ぎ散らかしたやつ、あ、脱ぎ散らかしているやつを黒マオイママが畳んだやつの上に乗ってるのね、うん、短パンと T シャツの上にね、うん、温めてくれてありがとう、うん、ポンちゃん今日も乗ったね。